続いて僕がいつもタチウオを釣ってるあの他の魚の仕掛けは来ないのに僕のだけ浮きがよう沈むことがあるんですけど、これの餌の作り方をねちょっとやっていきたいなと思いまして、これちょっと釣ってきたアジなんですけど、もうめちゃめちゃ簡単で、まずこの中に塩を入れます。この中に塩を入れます。このまま塩を回すとなんか身がねカチカチになってくれて身切れがしにくくなったりとか、多分よう締まってるんやろうなと思います。こんな感じで、ニンニク、生ニンニク、はい、これをこの中に投下するんですけど、こんな感じで、はい、こんな感じにします。で、蓋をつまんでこのまま振ります。こんな感じ、はい、でもう一手間あるんですね、はい、次に キッチンペーパーの上に先ほどのこのアジをこの上に乗せて昔は塩かけたりしてたんですけど、一番多分効率が良くていい方法はこの方法かなと思いました。前はこの上に乗せて1匹ずつまぶしてって感じでやってました。このまま全然入れててもいいんですよ。入れててもいいんですけど、塩を入れてるんでかなり水が出るんで、はい、この塩の水が結構悪さをするんで、僕はこのまま一旦こういう感じで、こういう感じにしてます。で、必要があればもう一枚巻きまして、はい、この状態で最初に入れてた袋の中に突っ込んでおきます。で、次釣り行くまでにもう冷凍庫保管すれば、もう全て匂いのついたニンニク油脂ができます。置いてからニンニクをやると、一つだけまぶされてないやつとかやっぱりあるんで、まあ、これが一番僕にとっては効率的かなと思います。で、ジップロックに入れた後に で冷凍庫に入れます。塩いらんのんちゃうとかあると思うんですけど、
塩を入れなければ魚がカチンコチンに凍るんで、あの使いづらい、あとすぐ餌取られちゃうって感じになるんで、まあ、この状態で冷凍庫でおしまいです。